見つけたぞ。確かにあいつはダークプラズマンの一味。とすると罠にはまったあの中にいる誰かが銀髄章の持ち主。銀髄章さえあれば復活できる。5000年待ったのはこの私、ルーフメロウも同じこと。どうやらやってきたようだ。海賊に身をやっつけて、波を切り風に紛れて、息止め張り込み続けた。5000年この日のために、深く眠る仲間たちよ、目覚める時が来た。もうすぐだ、我が世を貪る地球人たちよ、狙うプラズマ。壊しとる